アクザム -6100 には、ベラルーシの輸送用機器メーカーであるベルコムンマッシュの路面電車車両。ベラルーシ初の国産路面電車車両として作られた、アクザム -1M を元に開発された、量産形式である。この項目では両形式を合わせて解説する。ベルコムンマッシュは、ベラルーシのミンスクに本社を置く輸送用機器メーカーで、ある。 1973年に創業して以降、ソビエト連邦時代はトロリーバスの修繕を専門に実施していたが、ベラルーシの独立回復後は培った技術をもとにした車両製造事業に参入した。1993年から始まったトロリーバスの製造に加え、2000年からは老朽化した同国の路面電車車両の置き換えを目的にした鉄道車両製造事業にも着手し、 同年に試作された 1M は初のベラルーシ国産路面電車となった。この 1M の実績をもとに、翌2001年から量産が始まったのが、アクザムマイナス6102である。ループ線が存在する路線に適した型運転台のボギー車で、右側面に両開き式のプラグドアが3箇所存在する。車体は全金属製だが前面及び後部は、 グラスファイバーによって構成されており、外反は従来の後半及び亜鉛メッキを施した後半から選択可能である。これらの材料は耐食性を考慮したものが用いられている。車体の寸法については、旧ソ連諸国各地の路面電車における車両限界に沿ったものとなっている。車内は高い可視構造となっており、上降にはステップを介する必要がある。 これらの車体設計はソビエト連邦時代に1万4000両以上が生産された世界最多の路面電車車用 KTM-5M3 が元となっている。台車は軸バネと枕バネを備えておりゴム製のショックアブソーバーと合わせて状態が悪い軌道上でも振動や騒音が抑制される構造となっている。これらは全て出力 80kW の 直流電動機が2機搭載された動力台車で制御装置には電気子直波制御が用いられる。2000年に 1M が4両製造された後、翌2001年から2013年までアクザムマイナス6102が下記に述べるベラルーシやロシア連邦各地の都市に向けて導入された。ただし 1M については2019年の時点で、 全車とも廃車され、一両がミンスクの都市旅客輸送博物館で保存されている。アクザム -1M に関するカテゴリー。ありがとうございます。